アリアン。アリアン、アリアーヌ、アリアーヌは、欧州宇宙機関、ESA が開発した人工衛星打ち上げ用ロケットシリーズである。アリアンの名前は、ギリシア神話に登場する、クレタ島の王、ミノスの王女で、テセウスを、迷宮から助けた、アリアドネのフランス語読みから取られた。ESA の前身の欧州ロケット開発機構。 エルドが開発したヨーロッパロケットの後継ロケットシリーズにあたり、アリアンはその構成から大きく分けて、アリアン1から4までの第一世代と、アリアン5からの第二世代とに分かれる。イーサは最初のアリアン1の開発と打ち上げを1979年12月に成功させ、以後、アリアン2、アリアン3、アリアン4、アリアン5と大型化したロケットを、 次々と開発してきた。打ち上げは新たに設立したアリアンスペースに委託しており、アリアンロケットはおそらく商用打ち上げとして最も成功したロケットということができる。打ち上げはフランス領ギアナに設けられたフランス国立宇宙センター CNES のクール宇宙センターから行われるが、ここは北緯6度と赤道に近く静止軌道に打ち上げを行うには極めて適した場所で 三段式ロケットで、各段の概要は次の通り。アリアン1は静止トランスファー軌道への投入質量は 1850kg で、全長 50m、全質量 207,200kg。アリアン2はアリアン1の1、二段目の水力を増強し、三段目の水力と燃料搭載量を増したもので、 静止トランスファ軌動への投入質量は 2175kg。全長52メートル。全質量 248,300kg。アリアン3は、アリアン2に、個体ブースター、PAP を付加したもので、静止トランスファ軌動への投入質量は 2,580kg。アリアン4は、さらに1段目と3段目の燃料搭載量を、増しており、 液体及び固体ブースターを2本ずつ合わせて4本まで、不可可能な構成で、ペイロードに応じて、経済的な利用が可能。最強のアリアに 44L では、液体ブースター、バイキング 5C を4本搭載し、静止トランスファ起動への投入質量は 4947kg も、ある。全長58.24メートル、全質量24万から470、00。 キログラムアリアン5はアリアン4までとは異なり、全く新規に開発された大型ロケット。フランス及び ESA の有人宇宙船計画、エルメスに用いる予定であったが、ESA が資金難となったことからキャンセルされた。このため、商用衛星打ち上げ専用となり、その巨大な打ち上げ能力を活かして、大型衛星を複数個同時に打ち上げられることを特徴とする。 最初の打ち上げは1996年6月4日の試験機 V88 で、これは一段目エンジンの制御ソフトウェアの欠陥のため、失敗に終わったが、翌1997年10月30日の試験機 V101 で成功した。最初14回中のうち2回失敗、2回の部分的な成功と不安定であったが、その後、 2006年12月8日現在まで16回、連続で合計30回中28回成功、そのうち部分的な成功を2回含むとなっている。アメリカのアトラス V とデルタ4、ファルコン Q、ロシアのプロトン、中国の調整3号、日本の HEA などと、宇宙ビジネスを争う大型使い捨てロケット、エルブである。1段目は、 全長30メートル重量はおよそ190トンで、その中で液体水素と液体酸素が175トンを占め、で、バルカ 2E の水力はおよそ 1.4KN である。離陸時の水力は、両側の固体燃料補助ロケットで、それぞれの重量は277トン、水力は 7.1KN でかつては飛行後の調査のために回収されていたが、近年では打ち上げ後海底に沈む。 上気基本構成、アリアン 5G の場合の使用は、全長52メートル、直径5.24メートル、打ち上げ時質量71万キログラム、静止トランスファ起動への投入能力は5,970キログラム、後に6,200キログラムまで引き上げである。5G は2003年9月に最後の打ち上げを行い、5G に引き継がれた。 アリアン GS は2002年のアリアン s ッサの最初の飛行の失敗後に製造された。アリアン 5GS はコアを改良したアリアン5 s ッサを元に製造された。これらの改良により重量が増加したため、静止トランスファー軌道への投入能力は単一の打ち上げ時には6.6トンに、複数機の打ち上げ時に5.8トンに減った。アリアン5 s ッサ エボリューションクライテクニックタイプ A は、第4で現行のアリアン5で2005年に最初に、打ち上げに成功した。動力は、改良型のバルカニーで2段目には、極低温上段を備える。さらに補助ロケットの重量が低減され、これらにより、アリアン 5S サは静止トランスファー軌道、G とへの打ち上げ能力が、単一の機体で9.6トン、2機打ち上げ時には9.1トンへ、向上した。 第五の機種のアリアンゴ e s エボリューションストレブルは低軌道特化型で21トンの打ち上げ能力を有し2008年以降欧州補給機 ATV の高度2 6 0トルの延期道への打ち上げに5回使用される2012年11月20日から21日に欧州宇宙機関の首脳会合で既存のアリアンゴ s s とアリアンゴ e s を置き換えるためにアリアンゴの 第6の機種のアリアン 5ME、ミドリフエボリューションの開発が審議された。予定では、アリアン 5ME は既存の1段目と固体燃料補助ロケットを引き続き使用して、現在開発中のビンチエンジンを搭載した上段を備える予定だった。それにより、アリアン 5ME の静止トランスファー軌道への2機の打ち上げ時の投入能力は12トンになり、2018年に、 初飛行の予定だった。ドイツとフランスの長期間の協議後、フランスの支持を得られず、2014年12月に中止された。ME は開発に着手して2年経っていたにもかかわらず、フランス企業が主導権を握るアリアン6を進むるエアバスディフェンススペースとサフランにより中止に至った。アリアン 5ME は現行のアリアン5 s s よりも費用がかかることが、 予想され、一応、民間企業である、アリアンスペース社の長尻を合わせるためには、毎年 ESA からおよそ1億ユーロの拠出を継続する、必要あると予想された。フランス側としては、アリアン 5ME に投じる予算を2022年頃に、収益するために、新型のアリアン6に投資する方が望ましいと、主張していた。この時点でのアリアン六の設計案では二機の、個体推進剤の段の上に、 極低温上段を備えるという案で商業市場とロケットの製造で固体推進剤の製造から外れるドイツの産業界からの批判を受けていた2014年9月時点でのアリアン6の設計では1段目が固体2段目と3段目が極低温段で複数の固体推進剤の補助ロケットを備える欧州宇宙機関のベガロケットを含む打ち上げ機の費用は 年間8億ウロを超えるべきではなく、アリアン 5ME とアリアン6の両方の計画を並行して進めることはできず、どちらかを遅らせるか中止しなければならなかった。アリアン 5ME の支持者たちは打ち上げ費用を10%低減可能で現在の政府からの支援内で採算が取れる主張した。アリアン6の会議論者たちは、アリアン6の初期の設計の段階で、 年間10機の打ち上げで1機の費用を7000万ユーロに抑えることを目標にしていたが、すでに8000万ユーロを超えると予想していた。1段目と2段目が液体燃料ロケットで1段目にはアリアン5で使用されている現行のワルカン E。2段目にはアリアン 5ME のために開発中だったビンチエンジンを搭載する極低温上段を使用する固体燃料補助ロケットは、 ベガシーロケットと共用する予定。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。